山口敏太郎です。福岡に来ております。ダイヤパレス県庁前、これはバス通りなんですが、このちょうどこれは NTT でしょうかの裏側、彼の塚の、こう看板がある本当の路地ですね。本当に民家の路地を入ってきます。ここにお綱さんの墓があります。というのはですね、お綱さんの住んでいた下屋敷がここにあるということですね。これ右手のこの円錐と書いてるのがお綱さんの墓です。そして、右が長男、そして長女という、でお綱さんこちら住んでいたというところですね。これがお綱さんの墓です。